こんにちは、駒川です。今回は新しい島の地図を書いていこうと思います。私はいつも島の地図は手書きで作っているんですが、その制作過程をタイムラプスで収録しましたので、公開したいと思います。楽しんでいただけたら嬉しいです。次の島はですね、テーマを一つ決めて、それに沿って島クリエイトをしていこうと思います。今回のテーマはオランダです。島全体にそのオランダの名所とかを詰め込んで、オランダ島を作りたいと思ってます。サムネイルでもう完成形の地図が出てると思うんですけど、そのね、地図と今書いている地図はちょっとね、色味とかが違うと思うんですけど、現在は下書き中でございます。下書きをさーっとしてから色味とかを調整して清書するっていう感じの流れになります。前回の反省を生かして、今回はね、2段目と3段目が少ない、1段目が多いっていう構造にしてみました。あと行き止まりも極力少なくしています。2段目と3段目が多いと工事で崖を作るのも大変やし、更地にするときにね、崩すのもすごく大変なので、今回は反省して1段目が多くなっています。オランダは低地の国っていう特徴があるらしくて、国土の4分の1ぐらいは海面よりも低い位置にあるそうです。すごいですよね。だからね、私のこの1段目を多くするっていう戦法はオランダにもぴったりだったなと思ってます。オランダといえば風車みたいなイメージがあると思うんですけど、風車もね、その土地に海水が侵入してくるのをどうにか防ごうと葛藤した時に生まれたものらしいですね。排水をどうやってうまくするかみたいなところで生まれたものらしくて、その歴史がね、調べてみたらちょっと面白かったです。あとですね、その低い位置に土地があるからか、運河がすごく張り巡らされてるんですね。地図で見るとすごい綺麗に5本ぐらいの運河が扇状に並んでるんですよね。それをね、ちょっと私の島でも表現したくて、この下半分のところにちょっと運河をね、綺麗に配置してみました。本当はね、もうちょっと細かく入れたかったんだけど、もう島っていう限りある土地をね、うまく使おうと思ったらこの2本分しか運河が入れられなかったですね。でもちょっとね、雰囲気は表せたかなと思ってます。あとは住宅街とかも作りたくて、前の島は住宅街を作るんじゃなくて、島の至るところに住民の家があるっていう形だったので、ガラッと変えて住宅街を作りたいなと思ってて、オランダのね、住宅街とか田舎の街とか調べてたら、ヒートホールンっていう街が出てきて、そこがすごく可愛かったので今回の島に入れようと思いました。地図では右上に書いてます。お家がいっぱい建っているエリアですね。そこもね、すごいその水路が張り巡らされていて、車はね、入っちゃダメとかあるらしいんですよ。だから人はその区画内では徒歩か自転車、あとはちっちゃいボートみたいな船に乗って移動するかだけしか移動手段がないらしいんですよね。すごいね、なんか異世界みたいな感じだったので、それを表現できたらいいなと思ってます。あとはね、オランダといえばミッフィーですね。ミッフィーが生まれた町でもあって、ユトレヒトっていう町がミッフィーの町みたいになってるんですよね。信号機がミッフィーだったり、町の中にミッフィーのオブジェみたいなのがあったりね、ミッフィーミュージアムがあったりとかして、すごい可愛いんですよ。なのでね、私も右下のところにね、ミッフィーのエリアを作ってます。あとはミッフィーのエリアの隣
に、案内所があるんですけど、あの時計のマークを書いているところですね。そこにはね、チーズマーケットを作ろうと思ってます。オランダってチーズが有名らしいんですよね。私知らなかったんですけど、すごい意外だったんですけど、あの丸い球体というか円盤みたいな形のチーズがね、なんかこう地面にバーって並べられて、チーズマーケットが開催されるらしいんですね。あつ森の中にもチーズの家具があるので、あれでなんとか表現できないかなと思って作ってみました。それから、飛行場から出てすぐのところにはアムステルダムみたいな街並みを作れたらいいなと思ってます。自転車があったりとか、運河があって、橋が渡ってるみたいな伝わるかなそういうね、街並みを、洋風みたいな街並みを作りたいなと思ってます。あの飾り窓の建物とかがいっぱい建ってるようなイメージですね。あとはさっき言った住宅街の横にはチューリップ畑を作ろうと思ってます。オランダにはね、キューケンホフ公園っていうすごい大きいチューリップがいっぱい咲いている公園があるんですよね。よく見るあのチューリップの後ろに風車があってみたいな感じの場所ですね。これさ、どれぐらい広いんやろうと思って調べてみたら、32ヘクタール、東京ドーム8個分あるらしいです。めちゃくちゃ広い。その広大さをね、なんとか表現できたらいいなと思ってます。で、その隣には、美術館。あ、間違えた。あの、博物館。あつ森の博物館を作るんですけど、オランダにある国立公園で、ホーヘルエ国立公園。ちょっと名前難しいけど。そういう国立公園があって、その中にね、美術館があったり、野外で彫刻を展示してたりとかする大きいね、公園があるらしいので、それをモデルにしてこのエリアを作ろうと思ってます。だいたい説明し終えたかな。で、今ようやく清書に入りましたね。色合いをどうするかすごく迷ってて、オランダっていうとちょっとブラウンとかちょっと落ち着いた色の建物が多いかなって思ったり、チューリップとかお花みたいなカラフルな色もあるしなと思って、いろんな色でね試してみたんだけど、ミッフィーのブルーなカラーっていうのかな、ちょっとパキッとした感じの色合いを採用しました。オレンジとかブルーとか黄色とか、そういう色でまとめてみました。あとは背景もね、一応描いてみました。あの背景にある黄色のさ、丸っぽいやつはあの豆です。私ね、ミックスビーンストっていう名前異常に気に入ってて、いろんなところにね、豆を登場させてるんですよ。今回も背景に描いてみました。結構ね、思いつきでつけたんですよ、ミックスビーンズ島って。ミックスビーンズのあの、緑とか、エンジみたいな赤色みたいなのとかが、結構なんかあつ森っぽいなと思って、それだけの理由でつけたんですけど、異常に気に入ってて、豆柄が最近はブームになってます。自分の中でね。そろそろ完成に近づいてますね。今地図にある黄色のライン、黄色で書いてあるところは2段目になってます。それ以外が1段目ですね。ほんまに今回は1段目ばっかりなんですよ。すごい変化ですね。あとね、その島のスペースによるんですけど、この運河のその水の川になってるところに
ちょっとね、船とか置けやんかなって思ってるんですけど、その幅がね、どれだけ取れるのか、まだちょっとつかめてないので、置けたらいいなと思ってます。置けたらね、船とか置けたらだいぶ迫力が違うと思うので、なんとか置きたいですね。オランダはね、旅行するベストシーズンは4月から9月頃らしいです。なので今回は夏の季節に固定して作っていきたいと思います。楽しみですね。夏はさ、蝶々が飛んでるから、蝶々って結構高いんですよ、売ったら。それでね、ベル稼ぎがちょっと楽になるので、結構好きですね。あとは、サイズとか帯調整して、隙間に木を描いたり、お花を描いたりして、バランスを見て完成ですね。最後に、エリアごとの説明をさらっとして終わりたいと思います。飛行場を出たところから順番に行こうかな。ここがアムステルダムをイメージして作る街並みですね。街並みエリアです。で、ここにたぬき商店とエイブルシスターズを持ってきます。で、真ん中の案内所のところにはチーズマーケットを開催します。その隣、ミッフィーのエリアですね。ここはユトレヒトという街をイメージして作りたいと思います。お次は住宅街ですね。ここはヒートホールンという田舎町をテーマにクリエイトしたいと思います。その隣にはチューリップ畑を作りたいと思います。チューリップと風車ですね。その隣はデ・ホーヘ・フェルエ国立公園をイメージして博物館とかアート展示を行えるようなエリアにしたいと思います。はい、これで地図が完成しました。次の島はオランダです。また完成まで一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。今日の動画はここまでになります。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。